皆さんこんにちは。東京カレッジ長の羽田正史です。いつも東京カレッジの動画をご覧いただきどうもありがとうございます。東京カレッジでは3月の24日から4月の23日の間、コロナ危機後の社会、長期的な視点から見た新状態とはと題して、テーマ別で6回総括シンポジウムを加えて合計7回の連続シンポジウムをオンラインで開催します。昨年の6月から7月にかけて、コロナ危機を超えてと題する7回の連続シンポジウムを開催しましたので、今回はその続編ということになります。各シンポジウムはライブのイベントとして開催し、その後準備ができ次第東京カレッジの YouTube チャンネルで公開する予定です。毎回冒頭でシンポジウム全体の趣旨説明を行うのは時間の無駄ですし、続けてご視聴くださっている方々にとっては意味のない時間になります。そこで私から先に今回の連続シンポジウムの趣旨を簡単にご説明し、その後各回のシンポジウムは初めからすぐに本題に入っていただくようにしたいと考えて、このビデオを作成いたしました。さて、新型コロナウイルスによる危機が始まってすでに1年以上が経ちました。しかしまだ危機は去りません。前回の連続シンポジウムは、コロナ危機を超えてとタイトルをつけましたが、未だに私たちは危機の最中にいます。といってもこのままの状態が永遠で続くとは考えられません。危機はいつか終わるでしょう。その時に私たちはどのような新状態、これは新しい言葉でニューノーマルでありますけれども、新状態を備えた社会を構想するのか、このことを真剣に考えなければなりません。コロナ危機は複雑で、私たちの社会と生活のあらゆる側面が大きな影響を受けています。感染防止と経済振興の両立が典型的な例ですけれども、一つの問題を解決しようとすると他の問題が逆に深刻化する、こういった事態を招きかねません。一つ一つの問題や課題と向き合いながら、それらを総合的に把握し、全体の中で部分の解を見つけ、そして同時にそれらをまとめ上げる形で新状態、ニューノーマルを作り上げていかなければならないでしょう。現在多くの方々は目の前の問題の対応に追われています。それは当然です。しかし複雑な危機の様相を多角的に把握し、それを教訓として未来の社会を総合的にデザインする作業、これを避けて通ることはできません。総合大学という利点を生かし、東京大学はこの困難な作業に少しでも貢献したいと考えています。今回の東京カレッジにおける連続シンポジウムはそのような試みの一環です。大学の責務と可能性というタイトルで第1回のシンポジウムを開催するのも、その決意の表れと ご理解ください。その後医療体制、社会システム、気候変動、経済、文化活動といずれも重要なトピックについて、コーディネーターと3人の登壇者が1時間半にわたって情報と意見交換を行う予定であります。大学の中だけでの議論では十分な深みや広がりが得られないかもしれません。で、今回のシンポジウムではお一人は必ず大学の外の方に議論に加わっていただくようにしています。また可能な限り分野横断的に異なった分野領域にも目配りの聞いた意見交換が行われるように、コーディネーターには工夫をしていただきます。最後のシンポジウムには4月から新しく総長の職務に就かれる藤井輝郎先生にコメンテーターとしておいでいただくことにしています。視聴者の皆様がご自身でコロナ危機後の未来社会をお考えになる際、今回の連続シンポジウムを何かの参考にしていただければとても嬉しく思います。それではどうぞ7回の連続シンポジウムを存分にお楽しみください。